はい、コズノオシュミ部屋へようこそ。今回もね、もう目の前にありますけれども、画角に収まりきらないサイズの荷物が届きました。はい、まあね、こう見るとね、悟空って書いてありますね。はい、ということでね、今回はまたドラゴンボールのね、ガレージキット、はい、こちらが届きましたんでね、こちらをご紹介していきたいと思います。一応ね、もうこのねテープね、カットしてあるんで、めくりますね。はい、そうするとね、もうすでに発泡スチロールの状態、うん、こんな感じでね入ってるんですが、なんかふとここで疑問に思ったんですよね。自分のね購入したものってなんでか外箱がないんですよね。多分あの税関で多分検査受けるんですよね。でその時に外箱から出して何かっていうのをまず調べられるんですよね。でそこでまあ調べて、で多分税関ながらそんなね箱とかし気にしないでしょう、うん、フィギュアの箱とかだから多分ね、そこでね捨てちゃってんだと思うんだよね。でこういう発泡スチロールで送ってくると、うん、だからもう完全捨てられてますね、うん、税関検査で。なんでだろうな、勝手に捨てないでほしいよな。はい、ということでね、うん、こちらのねスポンジ、いやめっちゃ出しづらそうだな、このスポンジをねちょっと剥がして、多分 2層ぐらいかな、2、3層あんのかな、うん、まあ、ちょっとね取り出してみたいと思います。まあ、とりあえず上部の1段目をねちょっとめくってみますか。はいはい、上部の1段目をねめくりましたら、うん、まあ、こんな感じでね、やっぱりスポンジで敷き詰められてる感じですよね。はい、でここにね、はい、これはなんだ、なんかクリアファイルみたいな素材でできてるね。クリアファイルではない。はい、もう 見えますけれども、こういうフィギュアです。まあ身勝手の極意の、うん、極だね、兆しと合わせて。はい、あ、一応こういう感じなんだね。今回はね、スカイ LS っていうのかなと MRC のコラボのフィギュアですね。それの身勝手の極意、まあ、こういうなんかねちょっとクリアファイル的な素材のこういう組み立て図が入ってるってことは、まあ確実に正規品でしょうね。はい、いやかっこよさげなんだよな。はい、ではね、とりあえず取り出してみましょうかね、1段目をね。はいはい、一番右下からいきますとね、まあ、こういう多分発光ギミックの USB ケーブルとかですね、うん、電源ケーブルと、はい、でライセンスカードちゃんとありましたね。はい、ライセンスカードがちゃんと入ってるんで物本でしょうね。はい、でまたこれは緩衝材かな、うん、ガムじゃないよ、食玩じゃないからね、うん、はい、とあとここは、あ、ちょっと小さいエフェクトですね。はい、でここが多分一番でかいのか、後にするか。でここはね、こうドラゴンボールスーパーのロゴが入った台座ですね。まあサブ台座っていうやつですね。はい、どっちでも飾れるっていうやつですね、上半身をね。はい、でその下行くとこれまたエフェクト、はい、ちょっと大きめのエフェクトですね。で一番左端に行くとまた小さいエフェクト、はい、でこの大きいのの上がちょっとまあ中くらいのエフェクトですね。はい、でその隣にでっかい穴がありますが、これまたすぐ折れそうなエフェクトが入ってましたね。こういう感じで入ってたんですけれども、ちょっとこっちに圧かけたら折れそうですね、うん、
まあ、今のところ俺はないですね。はい、こういう円形のエフェクトで、その上、はい、その上もエフェクトですね。はい、で一番端っこもエフェクトですね。小さい。でその上、はい、ここもエフェクト。エフェクトがとにかく多い。はい、うん、でここは、あ、ここは、あ、これはあれですね、下とつながってますね、ここはねこれは2段目までいかないと取り出せないね。じゃあこっち行こうか。じゃあこれ、このでかいの、はい、うん、まあ、こちらはもう悟空の下半身ですね。はい、というのが、うん、1段目になりますね。ではちょっと1段目取り出してね、2段目いきたいと思います。はい、一応ね1段目外しまして2段目ですね。はい、ではね早速この手前から、あ、これは腕ですね。はい、悟空の腕で、ここは煙のエフェクトですね。はい、でこれも煙のエフェクト。はい、で一番左下は、あ、悟空の頭部ですね。身勝手の極意兆しの方ですね。はい、で上が身勝手の極意の顔で、その上が、はい、右腕ですね。はい、でここのさっき1段目から飛び出たこの支柱のやつね、はい、はい、かなりでかいですね。まあ要はこれが台座になるのかな。はい、でその隣、はい、これは上半身ですね。はい、身勝手の極意兆しの方の上半身。はい、で右上ですね。はい、こちらが身勝手の極意の上半身と、はい、という感じですね。はい、では全部取り出してね、一つずつパーツを見ていくようにね、組み立てていきたいと思います。はい、バカな。はい、皆さんびっくりですね、3段目ありましたいや、めっちゃあるな。いや、なんかね、この支柱を取り出そうと思ったらね、全然抜けないから、あれと思ってね、ちょっと横を見たらね、まだ厚みがあったんですよ。もしやと思ったら、2段目めくったらありましたね、3段目が。はい、とりあえず左下はまたあれですね、エフェクトパーツ、はい、ここも、でここも、でこっち行って、ここもエフェクト多いな。これもか、これもエフェクト。ああ、これもエフェクト、小さい。エフェクト多いな、小さいのがいっぱいある。エフェクトで、ここの真ん中のトグロ巻いてるの、これなんだ、
ここもエフェクトですね。真ん中もエフェクト。あ、全ここら辺全部エフェクトか。あ、これもですね。すっげーこの形でエフェクトが入ってましたね、ここに。うわ、大きめの、うん、エフェクト。でもでかい。はい、その外回りもエフェクトですね。でかい。これも取り出すの慎重に、取り出さないと折れそう。はい、その一番右上もエフェクトパーツ。こんなところにもエフェクトパーツといった感じかな。いや疲れた。はい、で一番左上に、はい、ドラゴンボールスーパーのロゴ、はい、といった具合で、あとはね台座なんで、今度こそ本当にね、ちょっと全部取り出してね、くっつけていこうと思います。はい、とりあえず台座ですね、まあ、こんな感じでジオラマですね。はい、でここにね、ここに黒いボタンみたいなのあるんですけれども、その名の通りボタンですね。はい、まあここは多分発光させるときにね押すスイッチでしょう。で多分ここにロゴですよね、これかな。はい、あ、ここのスーパーを押すと、うん、スイッチ入れられる感じになってるね。まあ本当にそういう感じに作ったのかわかんないんですけど、いや、とりあえずね、これね、エフェクトがまずすっげーあるんで、ちょっとこれね、穴がいっぱいあるんですよ、こうね。これはちょっとやそっとじゃ組み立てらんねえな、これプラモデル並みだな。やばいよ、パーツ数がやばい。じゃあとりあえずね、まあ、地道に組み立てていきましょうか。はい、組み立て終わりました。はい、すいません、あのね、組み立てるところもねちょっとお見せしたかったんですけど、これめちゃくちゃね、パーツが、とにかくエフェクトのパーツがすごいいっぱいあって、で一つ一つがちっちゃかったり、こうダボ穴がねいろいろあるんですけれども、とにかくね、まあ、これを見てもらえば分かりますけど、本当ね、こう細かいんですよね、こういうパーツが。で一応番号振ってあるんですよ、こうね、何番がどこに行って。でもね、番号振ってあっても、あのこっちのね、こっちの方にも番号振ってあるんですけれど、めっちゃくちゃね読み取りづらいんですよね。まあ、一個例があるとしたらちょっとお見せしたいんですが、で一つがね、これ見てわかります？ここに数字書いてあるんですよ。何番って書いてあるかわかります？これね、18番って書いてあるんですよ。すっごいわかりづらくないですか？だからね、でこれは18番はここの穴なんですよね。うん、こっちにも、あのダボの方にも番号振ってあったりするんですけど、うん、そっちはまだ見やすいんですけど、こっちのクリアパーツに貼ってあるのはね、ほんと見づらい、番号が。でとりあえずね、その番号の通りにこうやってはめると、はい、そうするとマグネットなんでね吸い付くんで、でぴったりなんですよ。うん、でこうやってね、いろいろくっつけている間に、なんかね、どうしてもね余るんだよね。なんかね、クリアパーツが、2点ほど余りましたね。
なんで？一応ね、ここのこことかに番号振ってあるんですけど、番号が書いてないやつがあるんですよ。これはなんだ、予備とかじゃないよな。何なんだろう。取り付ける場所がないんですよね。でもちゃんとした形ですしね。何なんだろうこれ。このちっちゃいやつもね、一応ね、ここにマグネットのところに番号を振ってあるんですよ、普通はね。でもこれも番号書いてんのかね、なんか潰れてるのかわかんないけど、読めないんですよ。で、なんとかね、そういうのを経て2時間ぐらいかかりましたね。めっちゃ時間かかった俺。はい、まあ、とりあえずね、ちょっとこう離れてね、見てみましょうか。はい、こんな感じですね。めちゃんこかっこよくないですか。半端じゃないですよ、この身勝手の極意の極。いや、すっげえかっこいい。いや、でっかいしね、やっぱ重いわこれ。で、顔ね、はい、これもいい感じですよ、ほんと。で、こうね、殴るシーン、めっちゃんこかっこいい。もう飛び出してきそうな感じだよね。いや、これはかっこいい。で、こういうね、エフェクトもね、やっぱすごいですね。こういう煙とかの再現度も高っ。で、何よりもね、この 円形のこのエフェクトがでっかいの、これ。でね、で、こっちが身勝手の極意兆しなんですけれども、こっちはね、小さい台座に上半身をはめている感じですね。こっちもね、めっちゃいいですよ。かっこよくないですか。めっちゃかっこいいよこれ。という感じなんですけれども、でこちらはね、発光ギミックがあるんですが、それがね、この蝶の後ろなんですけど、一応これ押して押すと光るんですけど、あのね、奥まで押し込まないといかないんです。あのスイッチ入んないんですけど、これ奥までいかないんですよ、ここ押しても。なので面倒ですけど、一回これロゴを外してね、ここのボタンをこうやって押しっぱにして戻すって感じですね。はい。で、この光、もうこのね、光量も強くてね、すっげえ眩しいぐらいですね。すっごい綺麗。いや、かっこいい。めっちゃんこかっこいい。で、一応ね、こっちもね、同様に光らせることができるんですよ。はい、そっちもお見せします。はい、こっちはね、あのコンセントに挿すだけでも光りますね。はい、スイッチはないです。いや、これもすっげえ綺麗。うわ、ピッカピカ、キラキラしててすっげえ綺麗。いや、すごい光量。いや、素晴らしいね、ほんとこれは。でこちらのね、サブの方はこうやって寄っていただければ分かるんですけど、ここにね、ちょっと分かりづらいかな、分かりづらいね、一個ちょっとダボがあるんですよ。じゃあこっちのうちのどれかがはまるんじゃないかと思ったらね、穴とかね、形状が全然違うんですよ。だからね、ここの
ここにはめるダボのやつがないんですよね。何なんだろうな、これじゃ合わないしね、なんかのパーツと付け間違えたかな。こんなでかいパーツとか付け間違えるわけもないしな。で、全部がねカチコンってはまるんですよ。うん、まあ結構かなり本当苦戦してやっとここまで組み立てたんでね。うん、また一からっていうのもなーっていうんで、でもこのでかいの明らかにないんだよね、穴が。うん、番号も振ってないし、これは何なんだろう。まあ、いっか。ということでね、こちら、めっちゃんこかっこいい、身勝手な極意。こちらもね、今回ご紹介させていただきました。一応ね、最後これ回転台座回したいと思いますが、うん、どうだろうな、大きさ的にもあるんでね、回るかどうか。はい。ということでね、まあ私のチャンネルはね、こういうガレージキットとか多く、紹介してますんでね、この機会にぜひね、チャンネル登録してね、次の動画お待ちいただければなと思います。ということで今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。俺は別に正義のヒーローでも何でもねえけどな、仲間を傷つける奴は許さねえぞ。